戦乱は本当に終わりませんよね。解説の霧雨マリサです。戦乱で荒廃した街を見ると、何を思うんですかね。サポートの白霊霊夢です。何度負けても復活できる人って、強さを感じますよね。魂魄陽夢です。今回は、足利尊氏の最後、を題材にしようと思うぜ。題材は、足利尊氏の最後、になっていますが、内容は官能の上乱で、河野諸直が死去してからのお話となります。鎌倉幕府の滅亡、室町幕府の成立、南北朝時代の始まり、欧州の南北朝、官能の上乱、などの続きとなる内容となっています。これらの動画を先に視聴した方が、理解はしやすいかと思います。すべての動画の長さが1時間ほどあり、見るの2時間がかかるかと思いますが、なお、この動画の内容はあくまで素人が作ったものであり、最新の研究を元にしたマニアックな内容とはなっていません。そのため、史実と違う部分もありますし、脚色を入れたり、ウプ主の好みで作ってある部分が多々あります。他にも、ネット上の出所不明の情報なども混ざっております。それでも、全く問題ないよ。という場合は、ご視聴よろしくお願いいたします。なお、この時代の本格的な研究内容を知りたい方は、亀田としたかさんの官能の上乱を読むことをお勧めします。ウプ主も亀田としたかさんの官能の上乱を購入し、この動画を作る上でも、勉強をさせてもらった事実があります。なお、ウプ主は亀田さんに紹介を依頼されたわけではなく、個人で勝手に紹介しただけなので、その点のご理解をお願いします。それでは、始めましょうか。前回までのおさらいをすると、鎌倉幕府は有力御家人である、足利尊氏が後醍醐天皇方に寝返ったことが決定だとなり滅亡することとなる。鎌倉幕府を滅ぼしたのは、新田義貞だけど、足利尊氏が寝返った衝撃が大きかったようね。鎌倉幕府が滅びると後醍醐天皇が政務を取り、兼務の申請が行われることになるんだけど、東国で反乱が起き、尊氏の弟である足利忠義が守る、鎌倉が陥落することになってしまう。弟の忠義のピンチに足利尊氏は後醍醐天皇の命令を待たず、救援に行ってしまったんですよね。東国での反乱は足利尊氏の手により鎮圧されるんだけど、尊氏と忠義は都には戻らず、鎌倉で独自に論功交渉を行い始めたわけだ。尊氏らが勝手に論功交渉を行ったことで、後醍醐天皇は激怒し、足利尊氏追討の臨時を出すんだけど、足利尊氏は追討軍を撃破し、都に進撃したのよね。尊氏は都での戦いでは、敗れたこともあり、九州に落ち延びるんだけど、足利忠義らと協力し再起を行い、都に進撃することになる。足利尊氏は、湊川の戦いで名将楠木正成を自害に追い込み、京都を占拠し、後醍醐天皇も幽閉することに成功したのよね。でも、後醍醐天皇は京都を脱出し、吉野で南朝を開くことになり、ここから南北朝時代に突入することになるんですよね。後醍醐天皇は南朝を起こすんだけど、有力武将である新田義貞や北畠顕家が、戦いの中で戦死したりすることで、大幅に戦力を落とすことになる。南朝は近畿での劣勢を挽回するために、南朝の有力者を船で地方に向かわせるんだけど、嵐が起きて南朝の大船団は壊滅してしまうのよね。後醍醐天皇も心が折れたのか、それから間もなく崩御してしまう。南朝では後村上天皇が即位するんですけど、南朝は虫の息となり、多くの武士は足利尊氏がいる北朝を支持することになったんですよね。この頃になると、足利尊氏は引きこもってはいたんだけど、征夷大将軍になったり、兼務式目を制定するなど着実に、足利幕府の地盤を固めていたよね。南朝は圧倒的に劣勢だったわけだけど、楠木正成の意地である、楠木正津らが兵を挙げて、北朝軍を苦しめることになるぜ。でも、楠木正津らも数の暴力には勝てず、幕府軍の河野諸直に敗れ、結局は自害することになってしまうのよね。河野諸直は楠木正津らを破るだけでは、飽き足らず、吉野まで進撃し、南朝の本拠地を焼き払ったんですよね。足利幕府執事である河野諸直は功績を挙げたことで、権力が増し、政務を取る足利忠義と対立することになるぜ。足利忠義は、河野諸直に対し一度は役職や領地を没収するなど、河野諸直の追放に成功するんですけど、逆襲されてしまうんですよね。
河野諸直は兵を挙げて高氏や忠義がいる将軍御所を囲み、自らの政界復帰と、足利忠義の引退を約束させることに成功する。でも、足利高氏と河野諸直が足利忠冬の討伐に向かった隙に、足利忠義は兵を挙げて反旗を翻したのよね。この時に、足利忠義は河野諸直に勝つためには、南朝に降伏するなど、手段を選ばなかったわけだ。足利忠義は足利高氏や河野諸直を撃破し、さらに、河野諸直を殺害することにも成功しているんですよね。前置きにしては、長かったけど、これが前回までの復讐となるのよね。足利忠義なんだけど、あくまで排除したかったのは、河野諸直であり、足利高氏とは今まで通りにやっていきたいと考えていたようだぜ。でも、足利高氏や足利義明は、そうは思ってはいなかったようなんですよね。足利高氏と忠義は和睦するんだけど、次のようなことがあったともされています。私は河野諸直は討ち果たしましたが、足利忠冬を幕府の一員として認めてくれれば、兄者に危害を加える気はありませぬ。昔のようにやっていこうではありませぬか。わしは忠義を信頼しておったが、忠義は幕府内を二分し、南朝を勢いづかせ、今までやってきたことをすべて台無しにしおった。さらに、わしの軍を破るなど、恥をかかせおった。わしは忠義に不信感を抱いておる。兄者は、わしに不信感を抱いておるようじゃ。わしは兄者のことは恨んではいないが、兄者のことを思えば当然じゃろうな。わしもやりすぎたのかもしれぬ。足利忠冬が幕府の一員として、九州短大に就任することは認める。ただし、恩賞は、わしに従った武士を最優先とせよ。お待ちください。戦いに勝ったのは我らですぞ。それでは、あまりにも、兄者は怒っておるのじゃな。今は仲違いするべきではないし、我らの仲の時が解決してくれよう。それと、幕府の将軍として武士に恩賞を与える権利は、わしに残してもらいたい。政務はそなたが行うようにせよ。当分の間は、わしもおとなしくしていた方が良さそうじゃな。私は、兄上の嫡男である足利義明の補佐という形で、政務を見ることにします。わかった。そのようにせよ。足利高氏は内出浜の戦いで、河野諸直と共に足利忠義に敗れたにもかかわらず、戦後処理の交渉では強気に出たのよね。足利高氏に従った武士の恩賞を優先したために、戦いに勝った忠義配下の、武士たちに満足な恩賞を与えることができず、忠義への求心力が低下したんですよね。この当時の武士は恩賞次第だから、当然の結果だし、足利高氏に武士たちに恩賞を与える権利を残してしまったのも大きいよね。最近の研究では、高氏は自分が負けた要因を分析し、満足な恩賞を与えることができていない、ということに気がつき、武士たちに恩賞を与える権利を残したとも言われているぜ。でも、これが功を奏し、足利忠義に従った武士たちが、高氏に嘆くことになるんですよね。足利忠義の問題は、恩賞だけではなく、足利高氏の嫡男である義明との間にもあるのよね。足利義明の様子を見てみましょうか。わしが足利幕府の政務における最高責任者となり、おじ上がわしを補佐することになったか。しかし、おじ上は、わしを最も支持してくれた河野諸直を殺害し、わしに幼き頃より付き従い、信頼していた河野諸冬は忠義派に討ち取られておる。おじ上は、兄者の側室の子である足利忠冬を養子として迎えておるし、おじ上が権勢を得れば、わしは父の後継者になることもできぬやもしれぬ。わしは足利忠義が気に食わぬ。足利義明は、一方的に足利忠義を嫌っていたんですよね。義明にとってみれば、忠義の権力が増せば、高氏の後を継ぎ征夷大将軍になれない可能性もあるし、自分を担いでくれる河野諸直や諸冬を滅ぼした、忠義が気に入らなかったんでしょうね。足利忠義は領地問題などの裁判を行う権利を持っていたんだけど、足利義明は御前沙汰という役職を設立し、独自に対応したわけだ。当時の土地問題などは自社勢力と武士の対立が多かったようなんですけど、足利忠義が武士と自社の言い分を聞くスタイルに対して、足利義明は問題が起きれば、自社勢力を有利とする判決を出すようにしたんですよね。義明は忠義の権勢を削ぐことが狙いだったように思うぜ。御前沙汰により、義明は多くの自社から支持を得て、
忠義は自社勢力からの求心力を失ったのよね。忠義は配下の武士たちだけではなく、自社勢力からの信頼もなくしてしまったんですね。さらに、足利忠義は、河野諸直に勝つために使った、南朝への降伏が問題となってしまう。その時の様子を見てみましょうか。北朝と南朝ですが、北朝と南朝で交互に天皇を出す、両党鉄立ということで、和議を結ぶというのはどうでしょうか。そなたは、南朝の武将として足利尊氏や河野諸直と戦い勝利したのであろう。我らは戦いに勝利したのに、なぜ北朝と和議を結ばねばならぬのぜ。それは、そうですが、お主は河野諸直を討つためだけに、我らを利用したのか。それは、我らの要求は、北朝の敗位と、天皇神聖を実現させることぜ。北朝は現在、幕府が実質的に運営しております。それはできませぬ。我らは、譲歩するつもりは一切ない。足利忠義は配下の武士、自社勢力、足利義明の台頭、南朝との交渉の失敗などで、幕府内で居場所を失ったともされているぜ。こうした状況の中で、足利忠義は足利尊氏のところに行くことになります。兄上、お話があります。なんじゃ、私は政務を引退したいと思います。数々の失政があり、これ以上幕府にいるのもどうかと思いまして。南朝との交渉の失敗、義明の御前沙汰、配下の武士への恩賞問題が、答えておるのじゃろ。まあ、自業自得じゃがな。こたびは引退を了承してもらいたくて、ここに来た次第です。しかし、一度はわしも忠義に不信感を持っておったが、忠義には何かと助けてもらったし、可愛い弟でもある。忠義よ。考え直してはくれぬか。わしはまだ、そなたに幕府にいてもらいたいと思っておるのじゃ。私がこれ以上、幕府にいても、そなたは経験もあるし、幕府には必要な人物じゃ。わかりました。もうしばらく幕府に残ることにしましょう。幕府におれば、良いこともあるじゃろう。足利忠義は幕府に引退を申し出たんですけど、足利尊氏が引き止めた話があるんですよね。足利忠義が引退を申し出た直後に、反乱が勃発することになります。その時の様子を見てみましょうか。父上、都の周辺で反乱が勃発した模様です。ならば、討伐せねばなるまい。わしは東の反乱を討伐するから、そなたは西へ向かい反乱軍を鎮圧せよ。わかりました。留守は忠義に任せることとしよう。むはは。一般的には、西で赤松のりすけが森吉親王の意地である、沖吉親王を奉じて挙兵、近江の佐々木同様が反旗を翻したということで、赤松のりすけの討伐に足利義明、佐々木同様の討伐に足利尊氏が向かうんだけど、本当の狙いは東西から、京都にいる足利忠義を攻撃することだったとされているぜ。でも、佐々木同様や赤松のりすけが反乱を起こしたのかは、ともかくとして、この時に京都の周辺国で本当に反乱が起き、足利尊氏や義明が討伐に行った話があるのよね。ここでは、足利忠義勘違い説、で話を進めていきます。兄者はわしに京都を任せて、義明と共に出陣していった。兄者とは不仲となっておるし、義明はわしのことを嫌っておる。兵を挙げたのは、あくまでも口実であり、わしを打つ気ではあるまいか。京都にいては危険ぜ。わしは京を脱出し、北陸の金ヶ崎城に逃れることとしよう。足利忠義は勘違いで、足利尊氏が自分を討とうとしていると思い、北陸の金ヶ崎城に出奔した話があるんですよね。金ヶ崎城は、過去に京都を逃れた新田義貞が立てこもり、奮闘した城でもあるよね。足利忠義は、幕府内で孤立していたこともあり、誰も信じることができない状態になっていたのかもしれませんよね。足利尊氏としては、河野諸直の時のように、足利忠義に変なことをされては困るし、忠義に京都に戻るように使者を送ることになります。兄者の使者がわしに何の用じゃ。尊氏様は、忠義様に京都に戻り政務に復帰することを望んでおられます。京都に帰ってしまったら、わしは兄者に撃たれるやもしれぬ。兄者が許しても、配下の武士がわしを許さぬ可能性もあるじゃろうな。わしは京都に戻る気はございませぬ。そこを何とかお願いできませぬか。尊氏様は忠義様に危害を加える気はございませぬ。
死者との、何を言われても気は変わりませぬ。ここは、お引き取り願いたい、仕方がありませぬな。高氏様には、そのままお伝えいたします。忠義は幕府に戻る気はなかったんですよね。足利高氏と忠義が対立した話を武士たちが聞きつけると、全国各地で高氏派と忠義派が形成され争うことになるぜ。足利忠義のもとにも、武士が集まり高氏と戦うだけの、戦力を有することになるのよね。足利忠義は幕府内で孤立したにもかかわらず、自分のもとに多くの武士が集まったことで、心強かった反面、自分の責任の重さを痛感したのかもしれない。忠義は真面目な性格だと言われていますから、自分を慕ってくれる者たちには、何とかしてやりたいと思ったのかもしれませんよね。弱体化したとはいえ、南朝も虎視眈々と狙っているのに、全国規模の内乱が再び起きたのよね。この時は、高氏や忠義の意思とは関係なく、武士たちが騒ぎ出して、収拾がつかなくなった話もあるんですよね。足利高氏も忠義を放置するわけにもいかず、忠義の討伐に出陣することになるぜ。この時の様子を見てみましょうか。そうか。高氏は幕府への復帰を拒んだか。幕府内の武士に誅殺されることを恐れたのかもしれぬな。全国の武士たちも、高氏様と忠義様のどちらに味方するかで、派閥を形成し抗争を始めた模様です。わしは忠義とは、戦いたくはないのじゃが。こうなったからには、戦うしかあるまい。仕方ありませぬな。北陸に向かって出陣せよ、はは。兄者が攻めてきたじゃと。その通りでございます。攻めてきたのであれば、迎撃するしかあるまい。八宗山で迎え撃ちましょう。兵士の数では、我らが勝っているようでございます。攻撃をかけよ。はは。高氏様の軍勢は、錦の御旗を掲げており、我が軍は苦戦しております。わしは南朝にも恨まれておるし、北朝からも南朝からも、今では政敵じゃからな。わしは忠義様に従ってきたが、正直な話、同族同士での争いはしたくはない。そうじゃ、ここはわしが和睦の使者となり、仲介すれば乱は収まるやもしれぬ。忠義様、両軍に多大なる被害が出ております。私が和睦の使者となりますので、高氏様と講和を考えてみてはどうでしょうか。わかった。和睦の使者は、そなたに任せてみようと思う。高氏様の本陣に行ってまいります。そなたが和睦の使者であるか。二人だけで話をしとうございます。わかった。皆の者、下がるがよい。細川殿は、同族であるし何の心配もいらぬ。現在、忠義様は引くに引けない状態となり、本心では和睦を望んでおられるはずです。ここだけの話じゃが、わしも和睦を望んでいるし、忠義とは戦いたくはない。現在の忠義様を動かしているのは、忠義様の元に集結した、配下の者たちへの配慮が大きいと言えます。なるほど。わしとて同じじゃがな。現在、忠義様の軍では、私と畠山国清殿の兵が大半を占めております。それが、どうしたというのじゃ。畠山とのも同族間で地で地を争うような戦いは、望んではおられませぬ。なるほど。そこでです。畠山とのにはすでに話をつけておりますので、私と畠山とのは戦場を離脱し、本国に帰ることとします。なるほど。そなたと畠山とのが離脱してくれれば、戦力のバランスが崩れて、忠義も和睦がしやすい形になるやもしれぬ。その通りでございます。畠山殿と私は戦場を離脱しますので、あとは高氏様にお任せいたします。わかった。感謝いたす。では、私は戦場を離脱します。細川と畠山が退いても、忠義は戦いをやめぬか。仕方なしじゃ。忠義の軍を攻撃せよ、はは。細川秋氏と畠山国清が戦場を離脱したことで、高氏軍の勝利が決まったとも言われているよね。ここにも諸説があって、何とも言えない部分があるんですけどね。戦いが終わった後に、足利高氏と忠義は和睦のための交渉を行ったともされています。忠義よ。京都に戻ってはくれぬか。
わしは、そなたを悪いようにはせぬ。これは約束する。わしはそなたと昔のようにやっていきたいと思っているのじゃ。兄上のお心遣いは感謝しますが、私の居場所は幕府にはありませぬ。わしがそなたの幕府での居場所を作ることを約束する。昔のように政務を取ってほしいのじゃ。昔には、戻れませぬ。わしは戦はできるが、政務はからっきしじゃ。そなたの補佐を必要としておる。我らの争いが全国に飛び火し、すでに収拾がつかなくなっております。私を慕ってくれている武士も多くいますし、彼らの期待を裏切るわけにもいきませぬ。それは、そうじゃが。派閥のトップである、そなたとわしで折り合いをつけて、やっていけば、どうにかなるやもしれぬではないか。こんな戦いはもうやめよう。わしはそなたと戦いたくはないのじゃ。私も兄者と戦いたくはありませぬ。しかし、これは仕方がないことなのです。私は、ここを去ることにします。待つのじゃ。忠義は高氏との会談が終わると、北陸経由で鎌倉に入ることになるんですよね。鎌倉には高氏の子である初代鎌倉公方の足利元氏がいるはずなんだけど、忠義に素直に鎌倉を譲ったとも、忠義派が元氏を阿波へ追い出したとも言われているぜ。元氏は忠義を尊敬していた話もあるから、忠義を気の毒に思って、鎌倉を退いたのかもしれませんよね。この時は、高氏も忠義も戦いたくはないのに、配下の武士たちが争ったことで、戦わないといけない状態だったともされているよね。しかし、高氏はまだ忠義との和睦を諦めてはいなかった話があるんですよね。ここで、忠義を嫌っている足利義明の思惑も入り乱れてくることになる。そのあたりを見てみましょうか。父上は、南朝との和睦を考えていると聞くが、高氏様は、南朝との和睦を成立させて、忠義様の居場所を幕府内に作りたいのかもしれませぬ。南朝は叔父上のことを恨んでおるし、難しい交渉ではあるだろうな。それが、どうしたのじゃ。口には出しませぬが、高氏様は北朝を捨て去り、南朝の正当性を認めようとも考えているとの噂もございます。何？父上は、そこまで叔父上に肩入れするのか。どうなさいましたか？いや、なんでもない。今日はこれくらいにして、そなたも帰るがよい。はは。父上は、南朝との和睦を模索しているとか。誰から聞いたのじゃ。すでに噂になっております。そうなのじゃ。家臣の手前口に出しては言えぬが、わしは両党鉄立ではなく、南朝の正当性を認めてもよいと思っておる。父上の真意はわかっております。人には口に出して言えぬこともあります。叔父上のことですね。そうなのじゃ。わしは忠義のことを口には出せぬが、なんとかしてやりたいと考えておる。ならば、南朝との交渉はすべて私にお任せください。悪いようにはいたしませぬ。義明は、忠義のことを嫌っていたはずじゃが。忠義がいなくなって、忠義の良さに気がついたのであろうか。忠義が幕府に戻ってきてくれたとしても、義明とうまくやっていければ問題じゃ。義明にすべてを任せてみるか。わかった。南朝との交渉はそなたにすべてを任せることとする。わしの意をしっかりと組んで行うようにせよ。はは。交渉の責任者が足利義明というのも嫌な予感がしますよね。足利義明と南朝は交渉を行うことになります。南朝陣営では激論が繰り返されたようですが、ここでは、シンプルに解説します。そなたは、足利高氏の嫡子であろう。このような場所にいかなる用があってきたのか、我らは南朝と和睦しようと考えております。足利忠義の真似であるか、叔父上は、南朝に降伏しながらも、両党鉄立を提案するなどの背信行為を行っております。その通りじゃ、足利忠義は南朝の武将として戦い勝利すると、北朝と南朝の交互に天皇を出す案を出してきおった。お怒りはごもっともでございます。私は北朝の代表ではありますが、足利幕府と南朝の和議の条件として、北朝の範囲でも構わないと思っております。それは、本当なのか。正式に手続きが整えば、北朝にある三種の神器もお渡ししようと考えております。それは、願ってもないことじゃ。足利幕府が南朝に降伏するという形でも構わぬか。もちろんでございます。ただし、
この条件を入れてほしいと考えております。ごにょごにょごにょ、お安いご用ぜ。忠義追悼の臨時を出すこととしよう。はは。足利義昭は足利忠義を恨んでいたし、幕府への復帰を恐れ、何としても、足利忠義を討ち取ろうとしていた話があるんですよね。この時代はカオスだし、足利義昭を非難することはできないよね。でも、廃位される北朝の天皇や上皇、皇族らは、足利幕府の正当性を認めてくれればいいだけの、存在にも感じますよね。それを考えると、北朝の天皇、上皇、皇族らは気の毒に感じるよね。余談なんだけど、高氏や義昭が南朝に降伏したのは、忠義と戦うにあたって、南朝軍に背後をつかれる心配があったとする説もあるぜ。こちらの説の方がむしろ通説になっていますよね。その後を見てみましょうか。南朝との和睦の条件の中に、足利忠義の追討が入っているではないか。叔父上は、南朝に船を働いたことから、後村上天皇や南朝の首脳部はひどく恨んでおり、これだけは譲れないとのことです。むむ。こうなったからには、叔父上を討つしかありますまい。む。むむ、忠義討伐はわしが自ら出陣することにいたす。父上、私もお供しとうございます。黙れ、貴様は、京都を守っておれ。鎌倉へは、わしが行く。はは。高氏は義昭らがいると、ことがややこしくなると感じたのか、従軍を拒否した話があるんですよね。義昭らが高氏に従軍を申し出たのも、自分が後継者になるためには、何としても足利忠義を討ち取っておかねば、と思ったのかもしれない。足利義昭らからしてみれば、自分を最も立ててくれた、河野諸直や諸冬が亡くなってしまい、どう転ぶかわからない状態だったからね。足利高氏は東海道方面から鎌倉に向けて進軍したとされています。足利高氏の様子を見てみましょうか。過去に、この道を通った時のことを覚えているであろうか。覚えていますとも。あの時の高氏様は忠義様を救うために、後醍醐天皇の命令を無視してまで、この道を通り鎌倉に向かいましたからな。あ、申し訳ございませぬ。いいのじゃ。しかし、再びこの道を通ることになったが、今度は、忠義を討つために通ることになるとは、思いもよらなんだわ。その通りでございますね。忠義とは、どのあたりで戦いになりそうじゃ。去った峠のあたりかと思います。ならば、去った山に陣を敷き有利な地形を占拠するのじゃ。はは。足利忠義の方も見てみたいと思います。兄者がわしに兵を向けてきおったか。高氏様の軍は東海道を進撃しているとのことです。私が先陣となり、去った峠で足利高氏の軍を迎え撃つことにいたしましょう。そなたは過去に、駿河や伊豆の守護をしていたことから、地理には詳しいであろう。その通りでございます。石堂義房殿が先陣となり兄者の進撃を防ぐようにせよ。桃の板田常殿は、本拠地の鎌倉を守ってはくれぬか。わかりました。わしは伊豆国府に陣を張ることとする。はは。忠義様は戦意はなく高氏とは戦いたくないようじゃな。わしが何とかするしかあるまい。ついに、高氏と忠義の最終決戦が幕を開けることになったんですよね。去った山の戦いは、兵力は高氏軍2万、忠義軍2万で拮抗していた話もある。でも、高氏は去った山の有利な地形を占拠しても戦う意思はなく、軍を前に進めようとはしなかった話があるよね。高氏は、この段階になっても忠義との和睦を目指していた話もありますし、忠義もまた部下に出陣はさせたけど、戦場よりも遥か後方にある、伊豆国府にいて、戦う気がなかったとも言われていますからね。高氏と対峙することになる忠義軍の石堂義房は、戦意があり高氏がこもる去った山を包囲した話もあるぜ。石堂義房は過去に、欧州の覇者となったのに、足利高氏が第三の勢力になることを危惧し、京都に呼び戻し欧州侍大将の位を剥奪してしまったことから、高氏のことを恨んで忠義に味方し、戦意が高かったのかもしれないよね。石堂義房は欧州の南北朝に登場し、すでに動画を作ってありますので、興味があれば、そちらをご視聴ください。足利高氏と忠義の戦いは膠着状態に陥るんだけど、ここで京都にいる足利義昭らが動くことになります。やはり、父上は叔父上と戦う気はないようじゃな。仕方なしぜ。わしが関東の諸将に書状を送り、叔父上を討つように仕向けることとしよう。叔父上には申し訳ないが。
今は混迷の時代。仕方なしじゃ。義明は自らの不安要素を排除するためにも、忠義を討ち取っておきたかったんですよね。忠義が復活すれば、義明の配下の者たちが冷遇される可能性もあるし、義明も配下の武士たちに、動かされていた部分もあるのかもしれないよね。義明は下野の宇都宮氏綱良に、鎌倉の攻撃を命令したわけだ。これに対して、忠義方は、桃の井忠常が対応することになります。宇都宮氏綱良が鎌倉に向けて進撃してきたじゃと。よし、わしが自ら出陣し、迎え撃ってくれようぞ。桃の井忠常が宇都宮氏綱に敗れたことで、鎌倉を占拠される危機となり、忠義軍は背後をつかれるのが確実な状況になったんですよね。ここで、足利尊氏が動くことになります。下野の宇都宮氏綱殿が桃の井忠常を撃破し、忠義様の本拠地である鎌倉に進撃しているそうです。これで勝負は決まったな。はい。忠義様の軍は背後を取られ攻撃されることは必定でございます。伊達影宗に去った山の南から、石堂義房の陣を攻撃させ、包囲を破ったら、我らは山頂から各方位に進撃し、石堂軍を壊滅させよ。すでに勝負は決しております。何もせずとも勝てるのではござらぬか。石堂義房の軍を攻撃して、壊滅することができれば、忠義はわしに降伏する以外に道はなく、この戦いは終わる。わかりました。我らは山頂に布陣したため、石堂軍の場所は手に取るようにわかります。石堂義房の軍を攻撃せよ。はは。桃の井忠常と石堂義房が敗れたことで、忠義も撤退を余儀なくされ、高氏と忠義の戦いは、高氏の勝利で終わったわけだ。高氏は忠義に降伏勧告をすると、忠義は降伏を受け入れたんですよね。高氏と忠義の間で、次のような話があったと思われます。やっと終わったな。今日はどうするつもりじゃ。わしは兄者に降伏したものです。兄者の好きなようにしていただきたい。わしは武士たちの手前。そなたを幽閉せぬわけにはいかぬ。当然でしょうな。お主を上名寺に幽閉はするが、不便はさせぬ。あくまで軟禁状態にするということじゃ。お心遣い感謝いたします。私は疲れ果ててしまいました。わしとて同じじゃ。今はすべてを忘れて、ゆっくりと休むがよい。ついに観音の上乱も終わりを迎えますね。仲が良かったはずの、高氏と忠義の兄弟は、最後はたもとを分かち、高氏は忠義を幽閉することになってしまったのよね。一説によると、阿波から鎌倉に戻った高氏の子である元氏は、足利忠義をかなりフォローした話もあるぜ。義明と違って元氏は、忠義に尊敬の念を持っていた話がありますからね。上明寺に幽閉された直後から、忠義は体調を崩し、1352年の2月26日に亡くなったともされているぜ。忠義が急死したことや、河野諸直が亡くなってから、ちょうど1年後だったこともあり、毒殺説もあるのよね。個人的には、忠義の死は毒殺ではなく、忠義の真面目な性格が災いし、心労により病気となり亡くなったように思うぜ。観音の上乱の全てが終わったことで、忠義は緊張の糸が切れて、ぽっくり言っちゃった可能性もあるよね。忠義の死は病死とは発表されていますけど、真相は不明ですよね。足利尊氏は忠義の死に立ち会ったのかもわかっていない。でも、尊氏の頭の中では忠義との思い出が、蘇ってきたはずよね。尊氏と忠義は一緒に挙兵し、忠義が戦いに敗れれば、尊氏が出て行き敵を蹴散らし、共に敗れれば九州に落ち延び、激戦をくぐり抜けてきた仲間のような存在ですからね。忠義が亡くなった時に、尊氏が何を思ったのかは、もちろん、本人でないとわからない。しかし、これで戦いが終わったわけではない。高氏と忠義が対立したことで、足利幕府は二分してしまい、関東では忠義派の残党が多くいますし、南朝も息を吹き返しましたからね。足利高氏の戦いは、まだまだ続くのよね。少し近畿地方を見てみたいと思うぜ。北朝は足利幕府が我らに降伏することが決まり、消滅することになったが、これからどうなるであろうか。高氏や義明が我らに降伏したのは、足利忠義と戦う間の時間稼ぎに過ぎませぬ。やはり、お主もそう思うか。高氏と忠義の戦いが終われば、北朝の
の復活を考えるやもしれぬな。我らは北朝の行為復活を阻止する必要がありますし、これを機に京都、鎌倉、太宰府、多賀城を制圧する必要があります。何か策があるのか。鎌倉は関東にいる新田義貞の子である新田義興や北条家の残党北条時行に命じて奪還を企ててみるべきです。欧州はそなたの子である北畠顕信に命じて多賀城を奪還するように臨時を出すこととしよう。現在の九州短大である足利忠冬は高氏とはうまくいっていません。北朝は消滅していますし、我らが高氏派の一色の龍氏を任命すれば忠冬と高氏の関係はさらにこじれることでしょう。なるほど、京都は我らが北上して制圧するべきじゃな。その通りでございます。京都は上洛を名目とし、兵を武装させ笛をつけば京都奪還も夢ではないでしょう。そのようにいたせ。はは。忠義が死んだ直後の状況なんだけど、関東には忠義派や南朝の勢力、近畿には息を吹き返した南朝の総本山があり、九州には高氏の子であり忠義の養子となっていた足利忠冬がいて、高氏にとってみれば平穏にいられる状態ではなかったわけだ。関東でも反高氏派の新田義興、新田義宗、脇屋義晴、北条時行などが皇付けで挙兵することになります。新田義興や新田義宗は新田義貞の子であり、北条時行は滅ぼされた鎌倉幕府の残党よね。過去の動画でもお話ししたんだけど、新田義興や義宗は鎌倉幕府を滅ぼした新田義貞の子であり、北条時行は滅ぼされた鎌倉幕府の最高責任者である北条高時の子だったわけだ。この時は鎌倉幕府を滅ぼした男の子と鎌倉幕府を滅ぼされた男の子がタッグを組んで足利高氏に挑むことになったんですよね。北条時行は自分の父親を殺した新田義貞よりも育ての親である諏訪頼重を討った足利高氏を恨んでいたようだからね。でも北条時行ってこのシリーズだと何度か出てきますけど、各地を転戦しているし北畠顕家と共闘するなどしぶとい印象がありますよね。それでもこれが北条時行の最後の戦いになるんだけどね。新田義興の軍には関東の忠義派の上杉氏らも加わり、さらに南朝の征夷大将軍である宗義親王と諏訪忠頼も死なので挙兵したわけだ。ここにおいて武蔵野合戦が勃発するんですよね。南下した新田軍10万と北上した高氏軍10万が小手差しが原で戦うことになる。その時の様子を見てみましょうか。新田義興は新田義貞の子であり、父にも劣らぬ傭兵の達人だと聞いておる。新田義興の動きとしては部隊を5つに分けたとのことです。ならば我が軍も部隊を5つに分け応戦してやろうではないか。小手差しが原は平地であり、傭兵の巧みさが勝敗を分けることになるでしょう。その通りぜ。青2歳の新田義興めに激戦をくぐり抜けてきた我が采配を見せてやろうぞ。足利高氏は部隊を我が軍に合わせて5部隊に分けたようです。わしの父である新田義貞は過去に小手差しが原の戦いで幕府軍を破ったことがある。私の父はあなたのお父上により命を落とすことになりましたが、私が憎んでいるのは足利高氏でありあなたではありませぬ。この地でそなたと共闘できることを嬉しく思うぞ。私もです。兵力は互角じゃが、目の前に足利高氏がいるとなれば我が軍の士気は上がるはずじゃ。その通りでございます。軍を前に進めよ。はは。さすがは足利高氏、歴戦の猛者であり勢いだけでは勝てぬようですな。あの派手な部隊は何じゃ。あれは足利軍の第三部隊である花一騎、相葉明鶴丸の軍勢でございます。相葉明鶴丸の軍は勢いがあるな。相葉明鶴丸はイノシシ武者でございます。自分の武勇を頼りに突っ込んでくるだけなので、相葉明鶴丸の前の軍を下げておびき出してみてはどうでしょうか。わかった。相葉明鶴丸が前に出たところを我が軍で包囲殲滅してやろうではないか。我が軍の第三部隊を交代させます。高氏様が目をかけ可愛がっている相葉明鶴丸殿の軍が敵に猛攻を加え、新田軍が押され始めております。さすがは相葉明鶴丸じゃ。容姿端麗なだけではなく優れた武勇を持っておる。このままいけば相葉明鶴丸殿が敵の陣に穴を開けるやもしれませぬ。予備の兵力を相葉明鶴丸に回してそこから一気に新田軍を突き破るのじゃ。はは。
大変です。敵は相場明鶴丸殿の攻撃に押されたわけではなく、相場明鶴丸殿を誘い込む作戦だったようです。む。むむ。しかし、敵は部隊を下げたことで、戦線に穴が開いたことは間違いない。予備の部隊が素早く相場明鶴丸の軍に駆けつければ、勝てるはずじゃ。その通りでございます。急いで予備の兵を向かわせ、相場明鶴丸を助けるのじゃ。はは。大変です。相場明鶴丸殿は包囲されたことで、全方向に対して迎え撃つように指示をした模様です。相場明鶴丸の奴は何をやっておるのじゃ。全方向に兵を分散したのであれば、兵が薄くなり括弧撃破され、敗走することは確実ではないか。相場明鶴丸殿の経験不足が露呈してしまいましたな。ま。まずい。こ。このまま行くと大変です。相場明鶴丸殿の敗走が始まり、敗走した相場明鶴丸殿の兵と、我らが投入した予備兵とが、ぶつかり混乱しておりまする。これは、まずい。騎兵も含めた全ての予備兵を投入し、相場明鶴丸の敗走した穴を埋めるのじゃ。はは。幕府軍は、相場明鶴丸率いる第三部隊が敗走したため、前線に穴が開き、すべての予備兵も使い切ったようじゃな。攻守は完全に逆転し、我が軍は有利に戦いを進めておりまする。よし、今じゃ。足利軍は混乱しておるし、今なら幕府軍を破ることもたやすいであろう。その通りでございます。こちらもすべての予備兵を使い足利軍に猛攻をかけよ。はは。小手差しが原の戦いは、相場明鶴丸の無謀な突撃により、勝敗を決したとも言われていますよね。足利高氏は撤退し、新田軍は追撃を行ったようなんだけど、新田義興は道に迷い300ほどの手勢しか周りにいなくなった話がある。なぜか孤立してしまった新田義興の様子を見てみましょうか。ぐ、ぬぬ。道に迷ってしまった。ここから本拠地である、神津家まで帰るには遠すぎるし。どうするべきであろうか。そうじゃ。我が軍は兵士が少ないし、敵もまさか我が軍が少数で攻めてくるとは思うまい。高氏の子、足利元氏が守る鎌倉を襲撃し陥落させてやる。鎌倉を守っていた足利元氏も、まさか鎌倉に攻めてくるとは思っていなかったようで、油断したのか。あっさりと敗走し新田義興が鎌倉を占拠することになるぜ。新田義興も父親である新田義貞に負けず劣らずの無茶をする人ですね。武蔵野合戦は関東のあちこちで戦いが行われて、小手差しが原では新田軍が勝ったんだけど、それ以外は幕府軍が勝利することになるぜ。足利高氏ってそれなりに負けているんだけど、すぐに軍勢が集まったりして体制の立て直しが早いのよね。足利高氏の元には次々と武士が集結し、8万を超す大軍となり、笛吹峠で新田義宗率いる2万の軍勢と決戦を挑むことになったわけだ。小手差しが原で新田義興に大敗したのに、この時点で敵の4倍の軍を集めるあたりが、高氏の凄さなのかもしれないよね。簡単ではありますが、笛吹峠の戦いを見てみましょうか。敵は兵力は我らの4分の1しかおりませぬが、有利な地形を占拠しております。しかし、兵力は我が軍が圧倒しておる。力攻めで敵を圧倒してやろうではないか。はは。兵力は我が軍が圧倒していても、地形効果により、新田軍を押し切ることができませぬ。仕方なしじゃ。今日のところは戦いをやめよ。はは。敵は山の上におるから、我が軍はよく見えることであろう。それが、どうかしたのですか。松明を大量に焚き、戦力の差を敵に見せつけるのじゃ。新田義宗の軍も、我が軍の大量の松明を見れば、戦意を喪失するやもしれませぬな。その通りじゃ。新田軍の心を折れ、はは。新田義宗の軍は、足利軍との戦力の差を理解し、撤退した話があるんですよね。余談なんだけど、笛吹峠の名前の由来は、宗義親王が月明かりの夜に、笛を吹いたことから、笛吹峠と呼ばれるようになった伝承もある。笛吹峠の近辺で道路工事をした時に、大量の人骨が出てきたことから、
心霊スポットにもなっているよね。それを考えると、笛吹峠の戦いは、新田軍の撤退ではなく、かなりの激戦だった可能性もあると考えられるんじゃないですかね。しかし、笛吹峠は幕府軍が勝利したことは間違いなく、鎌倉を占拠していた新田義興も撤退することとなり、幕府軍が関東を平定することとなる。この時に、鎌倉幕府の残党である北条時行が捕まり、ついに処刑された話があるよね。資料によっては、北条時行は処刑されたのではなく、行方をくらませたことになっていて、その後の足取りが途絶えた話もある。150年後に、韮山城主として北条行長がおり、北条時行の子孫だともされていますよね。北条行長の養子として、伊勢宗瑞が入り、伊勢宗瑞の子である北条氏綱の代から北条姓を名乗った説があるぜ。関東では北条氏の名前は、求心力があったとも考えられているからね。北条時行も足利高氏を執拗に狙い続けた話があり、高氏を恐怖させていますよね。話を進めるけど、関東での戦いは足利高氏の活躍により、無事に平定されることとなる。でも、京都では息子の足利義昭がやらかしてしまうのよね。その時の様子を見てみましょうか。こたびは、京都に上洛してみてはどうでしょうか。形式上では、北条は消滅しておるが、高氏の留守を守っている足利義昭が、わしらに危害を加えぬか心配なのじゃが。足利幕府が北条を捨てたのは、あくまで我らに背後をつかれるのを恐れたためです。そうじゃな。幕府内が落ち着けば、どうなるかはわからぬからな。足利高氏は関東にいますし、上洛を理由に武装した状態で、京都に入り、一気に京を奪還してしまうのです。なるほど。義昭らは少数の兵士しかおらぬじゃろうし、今なら京都を奪い返すこともできそうじゃな。その通りでございます。わかった。南朝軍は、これより北上することにいたす。南朝が上洛を名目に、北上しておるが、武装しておるとの情報が入っている。名目上は後村上天皇の護衛ということになっておるが、念を入れて近江の佐々木同様に援軍要請をした方が良さそうじゃな。足利義昭は、我らを怪しみ近江の佐々木同様に援軍要請をしたそうです。義昭は、後手に回っておるな。伊勢の北畠秋吉と河内の楠木正則には、すでに京都を奪還するように伝令を入れてあります。手はずは万全じゃ。北上し京都を奪還せよ。はは。ここで足利義昭が信じられないようなミスを行います。南朝に不意をつかれてしまった。京都では、持ちこたえることはできぬ。急いで近江に避難せよ。足利義昭は取り逃がしてしまったが、無事に京都を奪還することができたようじゃな。足利義昭は、慌てていたのか、北朝の天皇や上皇など、皇室の一族を置いて近江に敗走しました。義昭はなんたるアホなやつじゃ。北朝の天皇、上皇、皇室に繋がる連中は全て吉野に連れ去るのじゃ。北朝もこれで完全消滅であり、元号も我らの使っている将兵に統一されることになります。うむ。三種の神器も手に入れたし、北朝は完全になくなり、足利幕府も宙に浮いた存在となったわけじゃな。その通りでございます。すでに足利幕府の正当性はゼロとなりました。こたびは、大戦果を挙げることができたわい。義昭は一体何をやっているんですかね。北朝の皇族を置き去りにして、逃げるとかありえないよね。皇族を置き去りにして、逃げてしまった義昭には、多くの武士たちが失望したとも言われているぜ。当たり前だよね。ただし、赤松則助がファインプレイをし、自らの館に、北朝の須江上皇の弟である弥彦王をかくまっていたわけだ。後に強引な手法ではありますが、弥彦王が天皇に即位することになるんですよね。南朝が北朝の天皇、上皇を拉致したことで、南北朝が一時的とはいえ統一されることになる。これを、将兵一統、と呼んだりもするんですよね。朝廷を統一した南朝は、北畠近房、秋吉の親子が政務を担当するなど、京都で政治を行おうとした話もあるぜ。でも、義昭もここから逆襲するんですよね。京都の戦いでは、義昭は不利な立場にいたんだけど、
高氏が関東を平定した話を聞くと、多くの武士が義明の元に集結することになる。義明は高氏の到着を待たずに、佐々木同様や赤松のリスケらと協議し、京都奪還に動き出すんですよね。関東を足利高氏が平定したことで、近江の義明の元に多くの兵が集結したと聞いておる。そのようでございます。京都は守りにくく攻めやすい地形ぜ。京都にいれば不利ぜ。ならば、八幡まで引いてみてはどうでしょうか。京都にいるよりは、八幡にいた方が良さそうじゃな。八幡まで軍を引くようにせよ。はは。今までの動画を見てきた方ならわかると思うんだけど、京都って本当に守りに向かないのよね。京都に残った方が負けるのが普通ですからね。一説によると、楠木正則は足利義明が京都を取れば、京都を守備すると考え、八幡に軍を引いた話もあります。でも、義明も京都の脆さを知っていて、京都に残らずに、八幡に進撃してきたのよね。八幡に籠城する南朝軍と足利義明の軍が戦うことになります。お気づきの方もいるかもしれませんが、楠木正則は父親が、楠木正成で兄が楠木正綱となり、楠木正則も名将と言える人物です。高氏が関東を平定したことで、わしらの元には兵が集まらなかったようじゃな。仕方がありませぬ。しかし、ここを切り抜けて幕府に正当性がないことをアピールすれば、我らへの求心力も高まることでしょう。その通りぜ。我らは兵は少ないですが、少ないなりにも、戦い方はあります。ゲリラ戦で活路を見出すしかあるまい。わしも鎧を着込み戦いに備えようぞ。はは。相手に主導権を渡さないように、せめて引いてを繰り返します。そのようにせよ、はは。ゲリラ戦はうまくいったのじゃが、兵糧が切れてしまったようじゃな。兵糧が切れたのでは戦うことはできませぬ。私が精鋭を率いて敵陣に突撃をかけ、道を開けますので、帝はあの馬で避難してくだされ。わかった。頼む。南朝は京都を奪還できたのは、100日程度だとも言われているんですよね。京都は幕府軍が奪還したんだけど、ここで新たなる問題が噴出することになる。義明が間抜けなことをしたおかげで、北朝の有力な皇族たちが、南朝に拉致されてしまい、三種の神器も南朝に取られてしまったのよね。幕府は、朝廷に任命されて運営する機関であり、北朝は消滅し、南朝と敵対した状態だと、正当性はなくなってしまうわけだ。足利幕府の首脳部は、北朝の再建を迫られたんですけど、北朝の皇族は南朝に拉致されてしまい、北朝を再建できる状態ではなかったんですよね。天皇もいなければ、新しい天皇を指名する上皇もいない状態で、即位に必要な三種の神器もないという、おまけ付きだからね。この時に、幕府は須藤上皇の弟である、弥彦王を即位させることを計画するぜ。弥彦王は、幕府軍の赤松のリスケがかくまっていたんですよね。この時に、馬サラ僧として有名な佐々木同様が、暗躍したとも言われているよね。弥彦王は、後光厳天皇として即位するんだけど、即位するにあたって、三種の神器の代わりに代用品を使い、上皇の代わりに、弥彦王の祖母が弥彦王を天皇に任命するなど、かなり強引な手法で北朝を復活させたわけだ。かなりひどいやり方ですし、南朝は、天皇として、認めるわけにはいかない。と強く反発した話がありますよね。南朝側は、後光厳天皇のことを偽物呼ばわりした記録が残っているぜ。代用品とか上皇でもない人に指名させるとか、常識ではありえないような手法だからね。しかし、幕府側は過去に継体天皇の例があるなどと、強引に押し切ることになるぜ。やっぱり、南北朝時代ってカオスで何でもありって感じがしますよね。余談なんだけど、南朝の首脳部として長く活躍した北畠親房は、北朝が復活して2年後にあたる1354年に亡くなっているぜ。ここまで来ると、足利幕府の動画を作り始めてからいるような人物は、かなり亡くなってしまいましたよね。すでに、後醍醐天皇、足利忠義、北畠顕家、北条時行、新田義貞、河野諸直、楠木正成、楠木正綱など多くの英傑が亡くなっているからね。足利高氏の戦いもクライマックスを迎えてきた感じがしますよね。でも、高氏が関東を平定し、なんとか北朝も復活したおかげで、関東と近畿は安定してきた感じがあるよね。関東と近畿は比較的安定したんだけど、九州では金吉親王や、高氏の落とし子である足利忠冬が争っていたわけだ。
九州の南北朝は別でやりたいので割愛しますが、この頃になると、足利忠冬は中国地方に移り勢力を広げることになります。でも、足利忠冬は九州で不義を行ったこともあり、人間性を疑問視されるようにもなっていたのよね。幕府内では、北朝の復活に貢献した佐々木同様がトラブルを起こし、山名諸義が南朝に寝返る事態に発展してしまう。佐々木同様が戦で活躍した、山名諸義の恩賞を妨害したともされていますよね。怒った山名諸義は本国である蜂起に帰国し、兵を挙げて京都に攻め込んできたわけだ。この時の足利義明を見てみましょうか。何？山名諸義が南朝に寝返り、京都に攻め寄せてきたじゃと。それに合わせて南朝軍も北上している模様です。む。京都での戦いは不利ぜ。大見に軍を移動させよ。はは。それと、北朝の後光厳天皇は絶対に置き去りにしてはならぬ。何としても連れて行くのぜ。ぜ。前回のことを気にしてるんですね。よ。余計なことを言うな。はは。今回は、さすがに足利義明も後光厳天皇を置き去りにするような、具は犯さなかったんですよね。ここで、義明が後光厳天皇を置いて逃げてしまったら、征夷大将軍になれなかったかもしれないよね。足利義明は近江の坂本に撤退したんだけど、再び多くの武士が集結することになるぜ。義明は多くの武士を集結させたことで、再び京都の奪還を目指すことになるんですよね。しかし、京都を占拠した山名諸義の軍に異変が起きます。む。我が軍から離脱する者が日に日に増えておる。これでは、戦いにならぬ、両国に撤退するしかあるまい。山名諸義の軍から帰京したい兵士が多く出たことで、山名諸義も撤退せねばならなくなったとも言われていますよね。山名諸義が撤退した後に、京都に足利尊氏が戻ってくることになる。その時の様子を見てみましょうか。父上、よくぞ帰ってきてくれました。京都は、南朝との奪い合いにより、ひどく荒廃してしまったようじゃな。申し訳ございませぬ。仕方なしぜ。京都は守りにくく攻めるのにたやすい地形ぜ。実は、山名諸義が京都を占拠し、撤退しましたが、再び領国である蜂起に帰り、我らの隙を伺っている状態です。山名は討伐せねばなるまい。そなたを大将に任じるから、山名諸義を討つ準備をするのぜ。はは。幕府軍に討伐されることになった山名諸義は、先の敗因を分析し、結論を出すことになるぜ。山名諸義は手紙のやり取りもあったはずですが、わかりやすくするために、すべて対談形式で行わせていただきます。京都で和氏が撤退する羽目になったのは、南朝の体質が原因である。南朝には後村上天皇はいても、武士の統領がおらぬ。これが一番の原因じゃ。しかし、和氏が武士の統領になっても支持する者は少ないであろう。む。そうじゃ。あのお方が承諾してくれれば、なんとかなるやもしれぬ。和氏は中国地方にいるあの御仁に声をかけることとしよう。わしに何の用ですかな。あなたは、高氏様の子であります。私は確かに高氏の子ではありますが、父は私を嫌っており、私の真の父親は、私を養子として引き取ってくれ、可愛がってくれた忠義様だと思っております。忠義様もすでになく、幕府はいずれ、あなたにも兵を向けてくることは必要です。私もそのことを危惧しております。ただ冬様は血筋的にも武士の統領になることができるお方です。どういうことじゃ。ただ冬様が南朝に降伏し、南朝の武士の統領になってみてはどうでしょうか。ただ冬様が立ち上がれば、忠義様を慕っていた武士たちも多く集まることでしょう。わかりました。私が南朝の武士の統領になることにしましょう。よろしくお願いします。私は軍を率いて上洛することにします。足利忠冬殿が大将を引き受けてくれました。足利忠冬は高氏と敵対しておるし、高氏や忠義のその場しのぎの降伏とは違うのじゃな。その通りでございます。忠冬殿が武士の統領になってくれれば、求心力もあり、武士たちの支持を取り付けることができるやもしれませぬ。わかった。わしは高氏と義明討伐の臨時を発行することとしよう。はは。
ついに、足利尊氏の最終決戦が幕を開けますね。毎度のことなんだけど、足利尊氏ら北朝軍は、京都を開けて近江に避難することになるぜ。いつものことよね。京都を占拠した山名諸吉のところには、大将の足利忠冬、北陸の柴田勝根、関能の上乱で忠義派として戦った桃井忠常、南朝軍の楠木正則らが参戦することになる。足利忠冬の軍は、幕府軍と戦えるだけの戦力を有することになったんですよね。この戦いは校内の戦いと京都の市街戦の二つに分かれているぜ。足利義明らが山名諸吉と戦う校内の戦いから見てみましょうか。正確な兵数は分かっていませんが、幕府軍が7000に対して、山名軍は8000いたとされ、兵力の上では若干ですが、山名軍が勝っていたようです。山頂に布陣している足利義明の軍には、憎き佐々木どうよもおる。必ずや打ち破ってみせようぞ。我が軍は敵の東側に陣しておる。義明は山の東から攻撃してくると思っておるだろうな。山頂の足利義明の軍を南と西から攻撃せよ。山名軍は南と西から攻めてきたようです。む、東から攻めてくると思ったのに不意をつかれてしまったか。しかし我らには地形効果がありまする。その通りぜ。山名軍を迎え撃つのぜ。山名軍はひるむことなく突っ込んできよる。山名軍は総大将である山名諸吉が自ら陣頭指揮を取り、士気が高く手強い相手でございます。む兵力は拮抗しておるし、有利な地形を占拠しておるのに敵を押し返すことができぬとは。佐々木道与様の軍を前線に出してみてはどうでしょうか。わかった。佐々木道与の軍を前に出せ。佐々木道与の軍を前に出してきおったか。なんとしても、佐々木道与を討ち取るのぜ。佐々木道与の兵も前線しておるが、押され始めておるな。ここは山岳戦です。佐々木道与様の軍を下げて休憩させ、赤松典介様の兵を前に出して、山名軍と戦わせてみてはどうでしょうか。なるほど。佐々木道与と赤松のりすけの兵を交互に戦わせて、兵を休ませながら、敵を疲れさせる作戦じゃな。その通りです。有利な地形は我らが占拠していますので、戦っている兵士の数が少なくても、持ちこたえることはできるはずです。わかった。佐々木と赤松を交互に山名と戦わせるようにせよ。はは。無念じゃが、常に新手の兵を繰り出す、幕府軍に我が軍は疲れ果ててしまった。すでに兵たちは限界を超えておる、仕方なしじゃ。全軍撤退せよ。山名諸吉が撤退したことで、校内の戦いは幕府軍の勝利に終わったんですよね。ちなみに、撤退の最中に山名諸吉は、矢で目を撃たれてしまった話がある。山名諸吉は、気の毒なことになってしまったよね。京都の市街では、足利忠冬が当時に本陣を置き、足利尊氏と戦闘を行うことになるぜ。足利尊氏の最後の相手が、自分の息子というのは因果があるようにも感じますよね。京都の市街地では幕府軍と南朝軍が激闘を各地で繰り返すことになり、両軍ともに甚大な被害が出たとも言われているぜ。この市街戦により京都は破壊尽くされてしまうのよね。足利尊氏と忠冬の勝敗を分けたのは、一説によると次の行動だったともされているぜ。忠冬の方から見てみましょうか。あそこにいるのは、ヘトヘトになって動けなくなっている、味方の武士たちなのだ。助けに行け。大将が自ら助けに行った方が士気は上がるのだ。む。むむ。現在の我が軍は形勢が不利なのだ。だ。大将たる者が、迂闊に動くものではない。お前は使えないのだ。私が助けに行くのだ。口先だけの大将はいらないのだ。む。むむ。殿が笑っておられる。尊氏様は戦場に行くと、よく笑みを見せるのですが、死ぬのが怖くないのですか。それは、わしにもわからぬ。殿もすでに背中を負傷しておられるのに。細かいことは気にするな。
もう少しで戦いに勝利できるはずじゃ。わしが陣頭指揮を取る。ただ冬の軍を撃破せよ。はは。高氏って戦場で笑っていた話もあり、そこが謎のカリスマ性なのかもしれませんよね。敗れたただ冬なんだけど、次の話も伝わっています。父は、手強く敗走してしまったか。軍の吉凶を占ってみることとしよう。む。むむ、八幡は、親孝行の神であり、親を殺そうとする奴に味方することはできないとでおった。わしの負けは確定じゃな。中国地方の秋に逃れることとしよう。足利忠冬もまだ生きているんですよね。秋に逃げた足利忠冬は、体制を立て直すために、所領&などの文書を発行するんだけど、忠冬を支持する人がほとんどいなかった話がある。忠冬の京都での敗戦の内容とか、態度がよっぽど悪かったのかもしれないよね。この後に、足利忠冬は歴史から消えたと思うくらい、存在感がなくなるんだけど、長生きはしたようで、高氏の孫の義満の代に幕府から許された話がある。忠冬は殺されることもなく、隠居暮らしのような生活を40年間も送り、74歳まで生きた話がありますからね。それを考えると、足利忠冬も不思議な人だと思うよね。足利忠冬との戦いが終わると、東北、関東、近畿、中国と一定の落ち着きを見せることになるぜ。高氏もよくここまで頑張ったって感じがしますよね。足利高氏の人生は、引きこもった時もあったけど、戦いの連続でもあったからね。ただし、九州地方は金吉親王の奮戦もあり、南朝が制圧することになるぜ。九州の南朝勢力が幕府の傘下になるには、足利義満の時代まで待たないといけないんですよね。それにまだ、南朝の総本山もあるから、南北朝時代も終わってはいないからね。激闘に次ぐ激闘で疲れ果ててしまったのか、荒廃され尽くした京都を見て、心に来るものがあったのか。足利高氏は、忠冬との戦いが終わった3年後に、背中に受けた矢傷が原因で、亡くなることになるぜ。足利高氏は体調が悪くなっても、九州に出陣しようとして、足利義明に止められた話もありますよね。足利高氏の最後は、側近と旅館が泣くばかりとなり、静かに息を引き取った話もある。足利高氏は1358年の4月30日に亡くなり、去年は54歳だったとされています。今までに数多くの人物が亡くなってきたけど、やっぱり、足利高氏にも最後の時が来たのよね。足利高氏は、何度も負けているんだけど、必ずリベンジを成功させることができるのが、すごいと思ったわけだ。後醍醐天皇、新田義貞、北畠顕家、楠木正成、足利忠義など、高氏は一度は負けているのに、すべて逆襲して勝利しましたからね。うる覚えなんだけど、子は佐田哲也氏が、ギャンブルに向いている、武将で足利高氏を挙げていた記憶があるぜ。何度でも挽回できるとか、生まれ持った運の良さを評価していた気がするよね。足利高氏の人生を見ているとわかる気もしますよね。最後に足利高氏の最晩年の言葉を紹介しておこうと思うぜ。文武両道は車輪のごとし一輪かければ人を渡さず、だったよね。物事にはバランスが大事だと言っているわけだ。これが足利高氏が最晩年の思考結果なのかもしれませんよね。高氏自身も極端な部分があり、バランスが大事だと思ったのかもしれない。深い意味は、本人じゃないとわからないからね。お気づきの方もいるかと思うんだけど、足利高氏の代では戦乱は終わらなかったわけだ。幕府が絶大なる権力を持つには、足利義満の代まで行く必要がありますからね。高氏が亡くなってから、100日後に生まれたのが足利義満となるぜ。足利義満が南北朝を統一し、足利幕府の全盛期を築くことになるよね。それじゃ、今回はこれくらいにしておこうと思うぜ。うぷ主は、足利高氏死後の足利幕府や欧州の南北朝の続き、九州の南北朝などの、動画も作ろうと考えているようです。このシリーズも、どこまで続くのかわからなくなりましたね。長い動画にもかかわらず、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、概要欄から Twitter の登録と、チャンネル登録をお願いします。それらを励みとし動画作成を頑張る所存です。最後まで、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくです。